どうも、認知神経科学おじさんです。人工音声なので滑舌が最強ですたまに読み方を間違えがちですが保管しながら聞いてくださいこの講義では脳と心的機能の関係についてお話ししていきますまずは心の研究し特に脳研究の発展についてざっくりピックアップして説明していきます 他の心理学系の授業でもこのような話は扱っているかと思いますが現代の心理学では心は精神機能の相対であり知覚認知意思言語感情記憶思考などから構成されると考えています本講義で扱う認知神経科学はそれぞれの精神機能と脳との関係を調べるというものですが ここにたどり着くまで何千年もの時間がかかりましたそれでもまだまだ心の機能も脳の機能もよくわからないことばかりで研究が続けられています人は人の心はどこにあるのかというこの謎の答えを考え続けているのです 6,000年前のエジプトでは心は心臓にあると考えられていました実際に恐怖や緊張を感じた時にドキドキします胸が弾むとか胸が痛むハートがうんぬんといったように心が心臓にあると捉えられていたことがわかります4,000年前のバビロニアでは心は肝臓にあると考えられていました肝が座る 腹の虫が云々とか言言った言葉もあります古代ギリシャ時代では医学者のヒポクラテスは心は脳にあると考えましたさらに哲学者のプラトンは心は脳と脊髄にあるとし知性や理性は脳に欲望などは脊髄にあると考えましたしかしプラトンの弟子のアリストテレスは再び心は心臓にあると考えました その後、ローマ時代になるとギリシャの医師ガレノスが、心は脳室にあると考えました。脳室とは脳の奥にある脊髄液で満たされた部分のことです。この説は中世で長く信じられてきました。17世紀、哲学者のデカルトは脳の中心部分、消化体が心の源だとしました。 19世紀になると脳の研究が飛躍的に発達し始めて心が脳の活動によるものであるという説が一般的になってきました19世紀以降脳の各部位が独立した機能を持っているとする大脳極在説と脳の機能文化はなく全体で一つの機能を持つとする東脳説の間で論争がありました 大脳極在説はその後脳の一部を損傷し特定の機能を失った人の研究が報告され続けたことと右脳説は人ではなく動物を対象としたものを根拠に提出された説であったため大脳極在説が有力とされるようになりました極在説の先駆者はオーストリアの医師のガルです。 19世紀初頭、彼はいろいろな能力のそれぞれが脳の異なる場所によって担われていると考え、他よりも優れた能力を司る脳界に相当する場所が肥大して、頭蓋骨を押し上げると考えていました。この考え方は骨相学と呼んで流行させたのがガルの弟子のシュプルツハイムですが、これは個人差を検査する心理学固有の専門領域の先駆者でもありました。 骨葬学自体は疑似科学に過ぎませんが19世紀以降議論されてきました脳の損傷と知的な能力との関連を示す有名な臨床例として1848年にアメリカの東部バーモント州で起きた事故が挙げられます。 鉄道敷設工事現場で誤って爆発が起こった際に25歳の現場主任だったゲージの頭部を先が尖った鉄の棒長さが1メートル以上直径3センチメートルが左方から入って上方へ貫通しました当時頭から出血しているゲージを見て誰もがもう助からないぞいと思っていたようでしたが荷台に乗せて町医者のところへ連れて行くと 失神から回復したゲージは自分で起きき上がってきちんと医者と会話もでできたそうです医者の手当の甲いもあって傷も可能もせずに回復したものの左目の方は失明してしまいました言語障害や知的障害もなかったのですが代わりにもはや彼はかつての彼でないと言われるほどパーソナリティが変わってしまいました 現場主任を務めるほど計画性に富んでエネルギッシュで理智的な人物が我慢が足らずかん持ちで他人に敬意を払わず下品な人物と変わってしまったのでした仕事も続かずに転々とした後38歳で亡くなり冒険から貫通した棒の位置が前頭葉に原曲していることが分かりました 1861年にはフランスのブローカーが脳卒中後に「タン」としか話せなくなった失語症患者の左脳に得意な損傷があることを報告しました。これは言語機能の一部が脳の特定の領域と関連することが臨床的に示された初めての例です。この患者は言語を理解することはできるものの自分で発話することはなく何か言わなければならない時にも「タン」 たつぶやくだけでしたこのような運動性の失語をブローカ失語患者の損傷のあった左半球の下前頭蚊の部位をブローカやと呼んでいます。なお保存されていた患者の脳を20世紀になってから再調査した結果ブローカが想定していたよりも損傷部位が大きいことが分かりました。 1874年ドイツのウェルニッケはさまざまに異なるタイプの失語症例を本にまとめました。その中に、左半球の上側頭回の損傷によって、流暢に言葉を話すが、言っていることは全く意味をなさない症例がありました。ブローカー失語に対して感覚性失語あるいはウェルニッケ失語と呼ばれるようになりました。 ウェルニッケ失語症患者の特有のこの言語表現はジャーゴンと呼ばれミグオナオカカユのようなことを言ったりしますブローカヤとウェルニッケヤは言語の解で再び取り上げていきます大脳は大脳従列という大きな溝によって2つの大脳半球いわゆる左脳と右脳に分かれています 左脳と右脳という表現は一般用語で、学術的には左半球と右半球と言います。とはいえ、左右の脳は完全に完全に分離しているわけではなく、脳量という神経繊維の太い束で結ばれ、互いに情報を交換しながら活動しています。他にも前後連・後後連といった繊維で左右の脳は連結されています。そして不思議なことに、 左右の脳はそれぞれ反対の体をコントロールしています左脳は右半身右脳は左半身に対応していますこれは左右の脳から出ている神経が円髄と脊髄のあたりで交差しているからですそのためこれを交差支配と言いますそのため左脳を損傷すると右半身に障害が現れます左右の脳は構造 機能的非対称性、分子レベルで機能的に違うことが示唆されていますまた左右の脳は異なる働きをしていると推測されています主に左半球は読む書く話すといった言語機能右半球は空間認識顔認識といった機能などを持っていると考えられています 脳の各部位は両側に同じように分布しています。左右の部位で異なる働きをする場合や、同じ機能はあるがどちらかの方が優れている場合があります。左半球に言語のがあるというのは、右利きの人の95%に限られます。左利きの人の65%は右半球に言語屋があります。 左右の脳に言語のがある人もいます一般的に「左脳右脳」と聞くと「左脳は論理的や計算「右脳」は映像直感や感性芸術性」「創造性」を担うというものですがその科学的な根拠はなくフィクションと言ってよいものです。左脳型の人は論理的「右脳型の人」は直感的とも言いますがこのようなものを支持する研究はありません。 少しししばかり脱線したお話をしますこういったものを含めて脳に関する怪しい逸話は神経神話として OECD 経済協力開発機構から注意喚起されています神経神話は科学的根拠が存在しないかもしくは研究途上である証明が不完全な内容のものをさも事実であるかのように世間に流布するものを指します具体的には 人間は左脳タイプと右脳タイプに分けられる。男性と女性で脳の構造が異なる。私たちは脳の10%しか使っていない。個人の学習スタイルは V、A、K ビジュアル視覚的オーディトリー聴覚的筋ズセチック運動感覚的に分類できる。脳には臨界期があり、思春期までの脳の発達が終了する。 学習は脳に新たな細胞ができることで生じる。失読症の一般的な症状は文字が反転して見える。心的能力は生まれた時に決定され変えることができない。睡眠をとると脳がシャットダウンする。クラシック音楽を聞くと子どもの推理能力が高まる。人間はマルチタスクができる。 右脳が活性化すると創造性が育つ脳トレで前頭葉を鍛えると高齢になってもボケないといったものがありますインターネット上でも本でも神経神はまっしぐらな怪しい情報が満載です謎のセミナーや塾などあるようですので正しい知識を身につけて情報に踊らされてお金を失わないよう気をつけましょう脳科学×心理学とか 行動心理学とかポップなものを見かけたら用心です根拠となる論文著者の情報を注意深く見てみましょう皆さんは心理学を大学で学んで世間話で血液型性格診断が出るたびに渋い顔をせざるを得なくなったと思いますが新しいやつが増えましたね 現代科学哲学者のポッパーは「科学は神話から始まり神話の批判とともに進歩していくものである」と述べています世の心理学神経科学リテラシーを向上させていきましょう脳の左右差、脳機能の極在性の研究を推進させたものにロジャース・ペリーの分離脳研究があります この研究は1981年ノーベル生理学医学賞を受賞しました。分離脳は、左右の脳を接続する脳量が切断された状態です。難治性の転換の治療方法としてこの方法が用いられます。分離脳患者は、脳量が切断されているため、左右の脳に入力された情報をもう片方の半球に伝達することはできません。 例えば、左視野に映った情報は試行錯上角などを通じて右半球に投射されますが、その情報は右半球のみで処理されることになります。言語屋は概して左半球にあるため、右視野に映った文字を読んで答えることができますが、左視野を経由して右半球で見た文字は読めません。しかし、か 患者は左左視野にある物体を左手でつかんだり認知しかした。スペリーはこの方法を使っていろいろな実験をし左半球が発話に関わり言語計算分析に優位であること右半球では無口となり単純計算はできるが複雑な計算はできないこと空間認識顔認識に優位であることを示しました。 これら一連の実験から分離脳脳量切断患者が左右の脳で独立した意識を持つと報告しています。しかしこれは分離脳患者の特殊事例であり健常者は左右半球が密接に強調して機能することを留意する必要があります。彼の分離脳研究はマイケル・ガザニガに引き継がれて発展しています。 大脳半球機能のラテラリティある機能が左右いずれか半球に優位に処理されている、極在されていることは、健常者でも報告されています。カナダの心理学者木村は、左右の耳に同時に異なる音刺激を提示したときに、それぞれの刺激は左右半球に別々に入力されることから、 各入力刺激の半球処理成績の差を見るために、領事分離兆法を使用しました。そして、片側半球損傷患者や健常者を対象とする研究から、言語刺激は左半球で、音楽刺激のような非言語刺激は右半球で、それぞれ優位に処理されることを報告しました。 ペリーの分離脳患者研究や木村の半球機能差研究が契機となって脳と心の研究は爆発的に増えてきました領事分離弔法や片側視や定時法など開発により健常者を対象とした脳研究が可能になったからです以降脳波形 FMRI や PET といった脳活動計測法の発達さらに 認知心理学が提唱する認知モデルと脳内機構の対応仮説を検証する研究など進められています。さらに、微小電極法による個々の脳細胞の振る舞いの検出が可能となり、脳細胞の特徴抽出から対象を認知する脳内過程が研究されるようになっています。